こんにちは、ゼロマロです。今日はですね、画面に映っている通りオオクワガタ、こちら野瀬さんの、血統の、大きいやつですね、82ミリと51ミリだったかなのオオクワのペア、うちで飼育しているんですけども、まあ絶賛ペアリング中なんですね。まあ交尾をさせているところなんですけども、今日ね、まあ、ちょっとそろそろメスをね、産卵セットの方に移そうかなっていうふうに思っていたらですね、こちら見てください、ここ、これ卵だよね。白い、これちょっとよくわかんないんだけど、これ卵っぽいよね。こんな白いの他にないんだよね。だからね、これきっと卵なんじゃないかと思って、ちょっと今急いでねカメラを回して、撮影しております。これオオクワって産卵木じゃなくてマットにも産むのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか産んでるっぽくて、ここにちょっと卵出ちゃったのかな、よくわかんないけど、か卵じゃないのか、はたまたなのかちょっとよくわかんないんですけど、クワカブのヘアさんっていう芸人の方がやってらっしゃる、まあ、クワカブの、YouTube チャンネルがあるんですけども、その人たちの、動画を見てですね、僕もオオクワを飼い始めたんですけども、今年初めてねこのオオクワを飼ったわけなんですよ。なんでまあ素人もいいとこなんですけど、ちょっとね知識がなすすぎてよくわかんないで、初めて見るから卵も、これが本当に卵なのかもちょっとよくわからない。なんでね、ちょっとこの柔らかピンセット、そのクワカブさんでねよく出てくる道具なんですけど、こちらでねつまんで別の容器にね移したいと思います。いやマジこれどうなんだろうな、よくわかんない。はい、今こちらのね、柔らかピンセットオレンジの方でね卵をね取りました。こちらです。これ卵よくわかんないや、マットに産むのかな。だいたいね産卵木って木の中にねオオクワって産むはずなんで、ちょっと卵なのかよくわかんないんですけど、とりあえずちょっとねこちらのタッパーにね移して、ちょっと様子をね見たいと思います。よくわかんねえや。まあこのね卵と思われる丸い物体のね、今後も卵じゃないかもしれないっていうね、よくわかんない物体のただ腐っていく動画になるかもしれないけど、そのまあとりあえず今後のね過程とか、まあさっきのオオクワ2匹のねペアリングの結果とか、産卵の様子とか、産卵の様子は撮れないなきっとな、産卵の結果とかね、そういうのも、じゃじゃん上げていくんで、ぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。ではね、まあ今回はその疑惑の動画でございました。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。